2011年の FIA GT1 世界選手権は FIA GT1 世界選手権の2年目のシーズン。国際自動車連盟の GT1 レギュレーションで争われる。選手権はドライバーズタイトルとチームタイトルがかけられた。前年度参加した6マニファクチャラーのうち5つが継続して参加した。しかしながらマセラティが参戦を取りやめたため、 チャンピオンのビータフォンレーシングチームはタイトル防衛が不可能となった。今年度は GT1 カテゴリーの最終年度となり、各マニファクチャラーは新型車両を投入しなかった。これは日産 GT-RGT1 が GT1 レギュレーションに沿って製作された最後の車両になったことを意味した。シーズンはアブダビのヤスマリーナサーキットで3月25日に開幕し、 アルゼンチンのポトデロデロス・フネス・サーキットで11月6日に行われた最終戦まで全10戦が行われ、その中には中国のオルドス国際サーキットでの初めてのレースも含まれた。JR モータースポーツのドイツ人、ドライバーコンビ、ルーカス・ルーアとミハエル・クルムが4勝を挙げて、ドライバーズタイトルを獲得し、エクシス・アムールがチームタイトルを獲得した。 FIA は2010年12月10日に行われた世界モータースポーツ競技会で全10戦のカレンダーを発表した。中国のオルドス国際サーキットが初開催となり、ヨーロッパ外で行われる4番目のイベントとなった。これはブルノで行われていたチェコラウンドの代替であった。いくつかのイベントの開催サーキットが変更となった。ベルギーラウンドは、 スパフランコルシャンからゾレダーに変更となり、ドイツラウンドはニュルブルクリンクに代わってザクセンリンクで開催されることとなった。当初はクリチバサーキットでブラジルラウンドの開催が計画されていたが、シーズン途中でキャンセルとなった。FIA はオルドスのレース1週間後に北京近郊国際サーキットで2度目の中国ラウンドを開催することを承認した。 北京でのレースの翌日、北京 GT1 ワールドスーパーカー博覧イベントが、オリンピック公演で開かれ、短距離の市街地レースが開催された。アストンマーティン使用チーム、ヤングドライバーアムールと、エクシスアムール。2011年は、マセラティ m c 1 2 g t 1コルベット C6R、アストンマーティン DBR9 が選手権レギュレーションに適合する最後のシーズンであった。 この3車種は、ホモロゲーションを満たすため2年の権利放棄が行われた。2010年6月、オーロラレーシングデザインは BMW アルピナ B6 をベースとした GT1 車両の開発計画を発表した。これは FIAGT3 レギュレーションに基づく B6GT3 をベースとするものであった。 しかしながら、この計画は身を結ばず、その後参戦を表明するメーカーはなかった。マセラティ使用チームはシリーズ撤退を決定し、シリーズは5つのマニファクチャラーによって争われることとなった。2011年2月、SRO グループは2011年シーズンは18のエントリーがあったことを発表した。しかしより多くのチームが参加交渉できるように、 エントリーの締め切りを延長したと発表した。アストン・マーティン、フォード、日産、およびランボルギーには、それぞれにチームに車両を供給することを確認した。一方で5番目のメーカーは2つ目の供給チームを模索していた。3月に FIA は20代のエントリーを発表し、コルベットが5番目のマニファクチャラーとなることも発表した。2010年シーズンに参加した12チームのうち、 いくつかが2011年シーズンを継続して参戦すると発表した。その中には他シリーズにフォード GT で参戦していたものの2011年は本シリーズに集中するというマテックコンペティションも含まれた。平ースポーツとフェニックスレーシングは2011年シーズンは参戦しないと発表した。一方ロイターのランボルギーには売却された。 ディフェンディングチャンピオンのビータフォンレーシングチームは、新設された、ブランパン耐久シリーズに転向することとなった。2011年シーズンへの継続参戦チームは、スモーパワー GT、ミュニッヒモータースポーツ、マルク VDS レーシングチーム、エクシスアムール、ヤングドライバーアムールとなった。スイスレーシングチームも参戦することとなったが、日産に代わって、ランボルギーニを使用することとなった。 JR モータースポーツは、スモーパワーの協力を得、日産の第2チームの座を得た。一方で、マルク VDS の姉妹チームであるベルジャンレーシングは、ォードの第2チームとなった。マットマイナスクロックレーシングとコルベットの協力体制は2011年には解消され、DKR エンジニアリングが自身のチームを設立、コルベットを使用することとなった。一方で、 セレスラグレーシングチームはエグジムバンクチームチャイナとしてコルベットを使用したが両チームともにセカンドカーを固定していなかったことでチームズランキングからは除外されることとなったマセラティ MC12 を使用すると発表したチームは一つもなく GT127 シーズンにわたって参戦してきたマセラティは撤退することとなったシーズン中にスイスレーシングチームは ザクセンリンクで2台のランボルギーニを破損し、修理用部品の不足のためその後参戦に参加することができなかった。オールドスラウンドの前にスイスレーシングチームはその車両をミュニッヒモータースポーツに移した。同時に DKR エンジニアリングはエグジムバンクチームチャイナと合併し、シーズン当初に使っていた車両をチームチャイナに移籍させた。 ミュニッヒは18台のエントリーを維持するため、新チーム名の DKRWWW ディスカウントでとして、ランボルギーニを用いて参戦した。2011年3月18日に、FIA は2011年シーズンのチーム及び、マニュファクチャラーのエントリーを発表した。全チームがミシュランを使用する。2010年シーズンの後、GT1 レギュレーションは3度の大きな変更が、 行われた。前シーズンは1レースについて4セットのタイヤが使用できたが6セットに増加した。シーズン第2戦の後前のイベントで使用されたタイヤ2セットを持ち越して使用することが可能となった。新品タイヤ2セットが最初のプラクティスセッション前にチームに支給され、残りの新品2セットはウォームアップセッションの前に支給された。 予選レースで与えられるポイントも変更された。前はトップ3のみに与えられたがトップ6に与えられるよう変更された。さらに予選レースでの優勝者に対して次戦で1 0ラムのバラストが搭載されることとなった。2位は5キログラムのバラストが搭載された。予選レースの9位は5キログラムが軽減され、10位以下は1 0ラムが軽減された。最後に 決勝レースでの優勝者のバラストは4 0ラムから3 0ラムまで軽減された。ポイントは予選レースでのトップ6、決勝レースでのトップ10に与えられた。優勝者の走行距離の75%以上を走行しないとポイントは与えられない。個々のドライバーはそれぞれのレースで最低25分をドライブしないとポイントは与えられない。 エグジムバンクチームチャイナと DKR エンジニアリングは、レギュレーションで定められた、シーズンを通じて2台の車両を走行させるという、規則に違反したためランキングから除外された。ありがとうございます。